歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いしま す。まあ、新型コロナウイルスで大変だということで、うん、感染症っていうところからね、はい、まあ、病気と人類の歴史、はい、で、まあ、一旦ペストは終了したんですが、はい、続いてどういうお話でしょうか。こんなね、新大陸、まあ、南北アメリカ、それからカリブ海域ですね、はいはい、あそこにヨーロッパ人が進出することによって、これまでそのいわゆるアメリカになかった病気が蔓延して、先住民、インディオと言われますけども、彼らがバタバタ亡くなっていくと。まあこれもね、大航海時代の、はい、まあ、南米って言われるところの、まあ、スペイン、ポルトガルがたかだかね、船で行ってそんなに勝てたもんだろうかっていう話のところから、うん、いや実はそうじゃないんだよと、うん、実は病気を持っていって、はい、まあ、それは彼らは意図したところじゃなかったでしょうけれども、うん、それでかなりやっぱりね、大変なことになったっていう話でしたよね、はい、おっしゃったように数百人のスペイン人が、はい、例えば古代アメリカにあったインカ帝国とかね、はい、あるいはメキシコにあったアステカ帝国とか、はいはい、何万人という軍隊に打ち勝つわけ、はい、で昔の教科書には、いや騎馬軍団がすごかったとか、はい、鉄砲がすごかった、はい、ただそれ以上にやっぱり持ち込んだ病気によって、はい、その先住民の社会っていうのはもう自殺散されてるんですね。で特に猛威を振るった病気として今、はい、胃の一番に上がるのが天然痘、それからハシカ、はい、ハシカという病気もね、まあ、日本ではほらワクチン打つじゃないですか、はいはい、だからほとんどその広がらないんですけども、うん、もしもワクチン打ってなくて大人になってかかったら、これ結構命に関わる病気になるんですね。ですよね。あとインフルエンザとかペスト、うん、いろいろあるけども、やっぱ天然痘に関する、ね、記録が一番残ってるんですね、はあ、で天然痘っていうのは、まあ、基本ウイルスが引き起こす病気ですね、はい、で体中にこうアバターができて、やっぱペストと同じように膿が出るんですね。でその膿が飛沫感染によって感染していくと。でまたこの膿がさ、ものすごくなんか生命力があるみたいで、例えば、人間の体から膿が落ちるじゃないですか、はい、ずっと生きてるんですって。だからものすごく生命力の強いウイルスらしいんですよ。逆に言うとだからこそ広がっていくんですけどね、強かったから。ああそうなんですね。でまあ、結論言っちゃうとね、はい、まあ、コロンブスが1492年に、はい、まあ、スペインからカリブ海域いますよね、はい、でこれをきっかけにそのポルトガル人やスペイン人たちが来航するようになると、うん、で16世紀の100年間で南北アメリカカリブ海域の人口がどれぐらい変わったかと。まず大航海時代が始まった当初、多分4000万人以上いたんじゃないかと。南北アメリカですね。ところが16世紀の終わり、1600年前後には1300万人に減ってる。ちょっと待ってください。ということは4人に3人が亡くなったってことですか、はい、そうです。もう最低でも3000万人で、 70% 以上の人口が失われていると。で多分ね、病気で亡くなった先住民の人たちはもっと多いと言われてるんですよ。なぜかというと、あまりにもその先住民の人たちが病気で死んでいっちゃうんで、はい、労働力不足するじゃないですか、はい、でこれを補うために、はい、アフリカから黒人たちを奴隷として連れてくるんですね、はい、でその人たちの人数をそう考えなければ先住民の死亡率はもっと高まっていると、まあ、ほぼ壊滅ですね。これはでも大変なことですね。大変なことですね。でなんでそういうことになったかというと、それはもう14世紀のペストがヨーロッパに与えた影響と一緒で、まあ、抗体をね、先住民の人たちが持ってなかった。だからヨーロッパの人たちは持ってたってことですよね。そうそうそう。だから昔からまあ天然痘っていうのは結構世界的にね、いろんなところでこうあったけれども、南北アメリカにはなかった。なかった。うん、で、本当さっきも言ったように、もうほとんど全ての人たちがね、うん、病気にかかって亡くなっていくと、うん、そんな感じなんですよね。うん、で、だからよくこれも生徒からよく質問されるんだけども、先生南北アメリカのあたりってラテンアメリカ世界と言いますよね。はいはいはい、はい、で、これに対してポルトガル人とかスペイン人が進出したアジアにはラテンアジア世界って生まれなかった。なんでですかって。それはヨーロッパ人が持ち込んだ病気あるかもしれないけども、アジアの人たちも抗体を持ってたと。でさっきも中島さんがおっしゃったように、南北アメリカの先住民たちはそれ持ってなかったんで、もう壊滅しちゃうんですね。ということで、じゃあ本当大変な、今まで築いてきた文化とか、うん、そういうものがほぼほぼなくなっちゃうってことですよね。でヨーロッパ人が持ち込んだ文化、まあ、キリスト教を中心にするね、はいはい、文化が、まあ、かろうじて残った
伝統的な地元の文化と結びついて融合して今のラテンアメリカの文化になるってことですよね。で時々これも質問されるんだけど、はい、じゃあ先生逆はなかったんですかと。要するに新大陸に行ったポルトガル人やスペイン人たちが、はい、持ってない、なるほど、抗体を持ってない病気を新大陸から移されることはなかったんですかと。でこれねなかったみたい。だから新大陸由来の感染症っていうのはほとんど存在してなかった。ああそうですか。なぜかというと濃厚じゃないからですか。いや濃厚はやってるんですよ、はあ、なんだけど例えばアフリカとかアジアみたいなところでやってるように例えば豚を飼う、はい、馬を飼う、はい、そういうね群生するような家畜のその飼育っていうのはなかったらしいんですよ。ラテンアメリカの原産のあの動物といったら例えばリャマとかアルパカとかね、はいはいはい、あと七面鳥とか、はいはいはい、群生しないらしいですね。あだから家畜としてできないっていうことなんですね。そうそう、うん、だから家畜が密になってないんで病原そのウイルスをはじめとするいろんな病原体もこれは住めねえとあことでその動物の間にもあんまり広がらないし、うん、その人間にもそれで当然ながら伝わってこないと。だからもう先住民の人たちは病気受け取るだけだったんですよ。なる逆襲はできなかったと。いやでも今の話聞いたら、うん、まあいわゆるラテンアメリカ今の南米のいろんな失われた、うん、あのまあ文化があるじゃないですか、うん、それなんかあの説明がつきますよね。そうですね。なんか忽然と消えた文明とか結構あるんですよね、うん、だから結局それっていうのは結局もう全滅してるってことですね。そう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 。であのちなみに天然痘に関して言うとね、はい、あの18世紀ぐらいになって、はい、その例えばイギリス人の航海者のクックがハワイに行ったりとか、はいはい、太平洋の島々行ったりするんです、はいはいはい、そこでもやっぱりね天然痘を移してるんですよ。うわ、あとオーストラリアの先住民アボリジニーっていうでしょう、はい、あの人たちにも移して先住民の数が激減してるんですよね。そう移してるっていうのは、うん、自分たちは抗体そのなんかやっぱ病気になっていってるわけですか。いやだからまあ何らかの形で移ってるそれはねということなんでしょうね、うん。ひどいのはね北米大陸での話だけど、はあ、天然痘にかかって亡くなった自分たちの仲間いるじゃないですか、はい、でその人たちが着ていた服を、はい、そのいわゆる北米のアメリカインディアンね、はい、北米のインディアンに着ないよとでわざと移してこれはもう悪意を持ってね。でそれはじゃあもう分かってる、ね、分かってするは分かってるよ。そういったね非常にこうなんていうか狡猾なこともやってたみたいですね。あらそうですか。ちなみに天然痘に関して言うと、はい、新世界以外のところでは結構パンデミックが起こってるんですよ。うーん中国なんかでも結構起こってるみたいで、うーん日本にも実はね感染してくるんですね。いつかというと8世紀。原因は何かというと、はい、遣唐使です。まあやっぱそういうことでしょうね、はい、中国に渡っていた人たちが帰ってくるときにその天然痘のウイルスを、まあ、持ち帰ってしまうんですね。あの有名な日本の政治家にはあの安倍の仲間おるとおりますよね、はい、で中国党に行って帰ってきて、はい、途中でやっぱり亡くなってますよ天然痘で。あとあの奈良の大仏さんってあるじゃないですか、はい、あれ聖武天皇が建てさせるんだけど、はい、8世紀の前半かな、はい、あれも当時あのやっぱ天然痘がかなり流行ってて、はい、その病気退散の期待があった、ね、そうですね。でその病気は天然痘らしいですね。あいやだから僕はそのずっと山笠さん参加してるじゃないですか、うんうんうん、で1241年のその疫病退散、うん、あの疫病が何だったのかなってずっと思ってるんですよ。であのそのね正一国師が瀬垣棚に乗って聖水撒いて回ったって、うんうん、このことが由来して、まあ、博多祇園山笠っていうのはね、うん、もう780年ほど続いてるわけですけど、うん、でもまあその瀬垣棚に乗って聖水撒いて回ったっていうだけじゃ実はなくって、うん、あの時に疫病が、うん、あのどんな風になんていうか治療すればいいかみたいな知恵もあったし、うん、どうあの広がらないようにするかっていうことも、うん、の知恵も正一国師はどうやら持っていて、そういう風なことでいやあのきちんとしたんじゃないかっていう話なんですよね。まあ、あの博多という都市で広がった病気だから、うん、例えばあのコレラとか赤痢とか考えられるけども、それ日本に伝わってくるのもっと後なんですよね、うん、多分天然痘の可能性結構高いですね。まあ、それからあのいわゆる交易都市ですからね。そうですね。あの福岡っていうのは、まあ、アジアの中心アジアの中心ってよく言われますけれども、なんかこう地図見てたらえアジアの中心っていうふうに思うけれども、福岡を中心としたあの福岡市
博物館とか福岡を中心としたあの東南アジアとかのこうねあの地図見たら分かりますよ、ね、本当にアジアの中心なんですよね。俺それよく言ってたんですよ。僕あの東京で授業してて、はい、俺は福岡からな1000キロ飛んでやってくると東京に。で1000キロこっち行ったらハルビンなんだと。あで1000キロですよ、ね、はい、東に行ったら上海なんだと、はい、まあだからかなり実は福岡ってアジアの中心なんですよね。そうなんですよね。いやだから疫病が流行って今その疫病退散っていうところから山笠っていうのは始まったんだけれども、福岡の町だってその時に本当にパンデミックが起きて大変なことになったから、それから780年もずっとそれを忘れないようにっていうことでずっとつないでる部分はあるでしょうからね。あ、次回はその天然痘にみんながどう立ち向かっていったか、あ、中話を含めて、はいはい、よろしくお願いします。